どうも、ハチッコ TV チャンネルのゆうきです。花粉がだいぶ、楽になってきたかなって感じですね。まだ若干体がだるいです。さあ、そんな今日はハチッコカレンダーの日ですね。本日は3月31日の記念日を発表していきたいと思います。日本における学校や役所など1年の期間である年会計年度、日本の一般企業では単に年度というと、この会計年度のことを指す。つまり1年の会計の終わりですね。ここでバスンと消えて新年度に入るわけですよ。なのでこれで変わって平成31年度とか、2018年度がこっから始まるっていう、この会計システムですね。そういうの最終日に当たりますね。わあ、ついに平成最後が幕開けですね。すげえ。続いて、解放記念日、マルタ。1979年のこの日、マルタからイギリス軍が撤退したことを記念しています。おお、結構ね、こういう日本の記念日ももちろん、この世界の記念日とかって多分もっといっぱいあると思います、調べてったら。ちょっと今はね、まだスタートしたばっかですから、そういうのもね掘り下げていきたいなと思います。続いて、ナンクオラ王記念日、タイですね。チャクリ王朝第三代国王ラーマ3世かっこナンクラオ王の1788年のお誕生日にあたります。おお、お誕生日に記念日が作られてるわけですね。素晴らしい。続いて、オーケストラの日、これ日本です。これ久々に登場、語呂合わせです。日本オーケストラ連盟が2007年に制定。耳の日ってありましたよね。3月3日の耳の日。そして本日は3月31日、耳にいいの語呂合わせ。そして春休み期間ということもあり、親子揃ってのイベントが開催しやすい、そしてその親子も参加しやすいとのことで、耳にいい日、オーケストラの日というふうに語呂合わせで決まったそうです。すごいですね。だから下手したら多分今日明日って多分オーケストラとかそういうイベントってあるんじゃないかなと思います。いやー、語呂合わせしたりしたり気持ちいいですね。皆さんもぜひこれ雑学としてもね使えると思いますので、ぜひご覧いただけたらなと思います。すげー、年度が終わるってことは、まあ3月最後の動画投稿ですね。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。